タイム、虹、スカイ、シー、ランド、偶然で作る物語。テーマ、時間、舞台、天、海、陸、ルール、3つのキーワードを使う。偶然で作る物語、スタート。天、スカイ、虹。真夜中の虹になった。天の様子を伝えよう。星々は今、渋くて重みのある黒い光を放っているよ。黒い光っていうのもとっても綺麗なものなんだね。目が離せないな。光に見とれていると、空気に引っかかるフックを使って天へと登ってきたものがいる。そんなフックができたんだ。新しい発明だね。やあ、こんばんは。随分と上まで登ってきたと思うんだけど、これ夢かな。夢ではないよと伝えたけれど、どうも納得がいかないようだ。真夜中だからね。どうしても天の様子を知りたくってこの服を作ったんだ。でもなんだか実感がないな。もう一回やり直すよ。今度は昼間に。それがいい。ゆっくり降りて、ぐっすり眠って、ご飯をいっぱい食べて、またおいで。海、シー、虹。サンゴが育っていく時間だよ。サンゴは色を変える。ほどほどな白から鮮やかな色になるを繰り返しながら大きく複雑に育つんだ。近づいてきた魚の色なんかを真似して鮮やかな色になって、またほどほどな白に戻る。脈打つように色を変えながら育つよ。そして大きくなってきたら好きな色を選ぶんだ。海の中ってカラフルでドキドキするな。そしてこの時間はね、人魚の夜食の時間でもあるよ。海の中でも特別に美味しい水の湧く場所を知ってる？もちろん人魚はその場所を知っているんだな。あの水と、あとは柔らかくて美味しい海藻を合わせるの。人魚が教えてくれたレシピだよ。海のミネラルたっぷりのスープを一口飲んだ人魚。とっても美味しそうだね。綺麗にもなっちゃうらしいよ。イメージを膨らませてスープを作ってみるのもいいかもしれないね。月と星の光が通って見えすぎるほど見える海の中の様子。そんな海に虹が訪れたよ。陸、ランド、虹。真夜中に明かりがついている家があるな。中の様子を覗いてみると、小さなスプーンに液体を入れていくつかの容器に移しているんだ。何をしているの？香りを調合しているよ。この時間っていいアイデアが浮かぶからだって。かぐわしく香る青い液体と
他の香りを混ぜていく。何かの儀式みたいだな。今日はとっても神秘的なものになりそう。黄色やピンクの液体と合わせているな。混ぜると途端に色が変わるよ。魔法みたいだ。気に入った香りができたら、美しいガラスの容器に入れていく。一つ一つに名前をつけて、ラベルを丁寧に貼っていくんだね。このまま少し寝かせて熟成させるの。それは楽しみだね。あなたはどんな香りが好きかな？目を閉じてその香りを感じてみて。